望月ひまりだよ。ごきげんよう、小倉ゆいです。イエイ、疲れてますね。魂が口からボコーラということでね、ひまりのサブチャンネルに続いてメインチャンネルにも小倉ゆいさんが遊びに来てくれました。ありがとうございます。いや疲れましたね。いやなんかどっちがメインなのか。いやほんとほんとほんと、もうねバチボコにバトルしてきましたんでね。いやすごかった、ま、結果はサブチャンネルで、ね、ということで、はい、はい、小倉ゆいさん、せっかくのコラボなんでね、うん、ポケカだけじゃなくて、うん、大人の遊びをしませんか。え、大人大丈夫。まあ紳士のたしなみというか。たしなみ、うん、何するの。というわけで早速始めてまいりましょう、はい、お何クリックでいけるかな。ベボベでウィキペディアゴルフ。なんかクリックってひまりちゃんが言うとクリック何何何何何何、あーよろしいんだ、よろしいんだ、ゴーゴーはもう職業病だね、もうね。いやそうなんだよね、うん、あのベボベ声優さんみんなそうちょっとおかしいのよみんなちょっと変なの。なんかチップスもダメ、なんかなんでなんでチップスもなんかあーチップスあベボだなって思っちゃうんだね。そう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 。じゃあちょっとね、そんなね、あのいろんなワードをねみだらに受け取ってしまうおごぐさんにルール説明の方をね、うん、させていただこうと思うんですが、はい、これからねベボベでウィキペディアゴルフというのをやっていくわけなんですけども、うん、おごぐさん、ウィキペディアって利用されてます？あ、よく見る。あ、よく見る、うん、てかご自分のページありますもんね。ある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 、うん、ひまりにもあるんですけど、最近ねちょっと更新されてなくてちょっと不満なんですけど。え、ダメじゃんね。そう、1年ぐらい更新されてないの。そう、みんなの力でね。そうなんですよ、更新しないと。まあそんな感じでね、お互いの出演作が載ってたり、うん、いろんなね概要見るのにねよくみんなが利用するウィキペディアなんですが、うん、ウィキペディアは6回のリンクでどの記事にも行けるとされてるんですよ。本当に？うん、そう。例えばだよ、うん、俳優の佐藤健さん、非常に人気のある芸能人でいらっしゃいますよね、うん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 、はい。そしてベボベーマーに非常に人気のある気さくな気さくさんいらっしゃるじゃないですか。あの気さくさんね、元仮面ライダーのイケメン俳優。そしてもう一人は卑怯卑劣な鬼畜もんですよ、伝説のはい、あの気さくさん、うんうん、この二人はね水と油のような二人なんですよね。え、まさか。え、はい、そんなね二人のウィキペディア、うん、何ページリンク挟むと到達できると思います？いや、せめて10とか15とかじゃない？あまりにも違いすぎるじゃんそうだね答えなんとたったの4クリックなんですよ。 4？ そう。ちなみに辿る道は、うん、佐藤健、うん、写真家、ポルノグラフィティ、アダルトアニメ、奇作。え、アダルトアニメからすぐ行くんだ。そうみたい。すごい、うん。ただこれはあくまで効率的なリンクの辿り方をした場合の最短ルートなんで、うんうん、今回はねある事柄の記事から、うん、指定のベボベ記事まで何手で辿り着くかをひまりとおごぐさんでどっちが早いか勝負したいと思います。おお、ここでも勝負するのね。そうですよ。よし、負けないぞ。よし。はい、ということで、うん、実際にやっていくんですが、まずは先攻後攻決めて一人お題をね別々に持ってやっていこうと思います。オッケー。はい、じゃあじゃんけんしますか。やるよ。し、負けてらんね。いくよ。これもリベンジよ。いくよ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。あったー、勝った。え、でもこれ別に勝ってもなんてなんで、あれじゃんけんってこんなに白熱するもんだったっけなんかちょっと多分さっきの癖ポケカ引きずってるね引きずってますよ、これは。それ勝負事になるとひまりたち気が立っちゃうんでね。そうなんだよね。あ、多めに見てほしいんですけどでもこれでね、先行後攻決まったところで、うん、お互いお題を確認します。で、ウィキペディアのリンクをたどって指定のスタート記事からお題の記事を目指していくということですね、うん、じゃあ合計クリック数で競いたいと思いますんで、ひまりはそうだな、高校にしよっかな。おぉマジで高校に回ろうっと。よし、はい、先行、いや、これ高校有利じゃん。そうでしょ。
これに勝つとね、ベボベ界のタイガーウッズの称号が与えられるんで、ぜひどんどん名乗ってってくださいね。勝ったら。わかった。わかった。あれ、嬉しくなさそうだね。うん。じゃあ準備していきましょう。うん。はい。ということで、はい、準備できました。はい、じゃあですね、今回のおぐおぐさんへの課題はスタート記事、犬から猫っ腹を出演されてますね。犬の写真が微笑ましいですね。犬カタカナなんだなーって、ね、シュールだね、こう見るとね。そうだね、あえて見ることもないからね。そうだね、この犬からね、猫っ腹メイプル役でご出演されてますね。そうなのです。そこへ目指していただければと思います。おー、頑張る。はい、じゃあスタート、いきます。え、こっから猫パラ、まあいろんな手段があるよね。そうだね、うん、直接猫パラ目指すルートもあるし、小倉由依さんを目指していく、まあ、声優っていう職業を目指してからの、うん、小倉由依さんにつなげるみたいな。あ、犬からね、え、犬から小倉由依犬から小倉由依たどり着けるかな。いけんのかな。え、こんな詳しいの犬に対してえ、これ最初のとっかかり難しいぞ。すごい難しい。なんか職業から行けたりしないかな、声優とかに。そうだよね、いいところいいところあ、最後まで来ちゃってる。はぁ、なんかないかな。うわ、でもめっちゃめちゃあるな。こん中に声優さんいない、犬役のみたいな。犬役やったことあるけど。うわ、あるんだ。パグパグパグやった、パグ。え、パグやったの。パグやった。え、なんで、何作品でな、何作、教えて早くスミレさんの作品でね、うん、パグやったパグやった。え、スミレさんのどの作品出てこなかった、後で教えて。わかった、じゃあ後でリンクを貼る、うん、ありがとうなんかないかな。残飯とかからいけない。あー、残飯残飯ダメ、アート、絶対に遠回りでしょマンマンキャラクター、漫画キャラクター。あー、なるほどなるほど。あ、ここじゃないんじゃない、ここじゃない。あ、じゃあ漫画、起きた、漫画きた、きた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 、アニメとか、アニメ、アニメいいんじゃない、アニメ2位。うん、これは1回とカウントされるんだろうか。 OVA、 あ、 OVA いいだよ、いいよいいよ、 OVA、 OVA 来た、 OVA、 OVA、 違う、いや、ダメだ危ない、危ない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 。アニメないかな、アニメ上にさ、ビデオの隣にさ、アニメないかな。あ、これ、あ、3行目あるよ。すげえ、すげえヒントあげてない。あ、これ行く行っちゃう、じゃあ行こうか、行く、さあ、いよいよ煮詰まってまいりました。ここまで来た、ここまで4クリックか、これ4クリック目、うん、ほんと行けちゃうんじゃないこれ、行けるかな、行けるかな、これはこれ、出して平気なのかな、これ。行ける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 、行ける、あ、出てるのある、規則、あ、違う、規則それはさっきやなんかアニメ出てたりしないの。してる、絶対出てるよね。あ、鈴木ミラノ鈴木ミラノ、鈴木ミラノ行った行った行ったね、さあ自分の作品探し違うけど、姫様ラブライフ、うんうん、あー、リンクがないリンクがー、あ、ちょ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 、今この中に誰誰と親交があるみたいなのでさ、繋がってたりするから、あー、いたー、ごめん、いた出とるやないかーい、出すぎてわかんなくなっとるやないかーいすっごい出てね、でもベテランオブベテランですよ。やだちょっと待って、どこまで行こう、2014年ぐらいだった気がするから、そのくらいにアニメのやつ。あー、来た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 ー、よーっしゃー、やったー、これ何クリック何クリック、おぐおぐさんの結果は8クリックでした。マジかよ、8クリックね、はいはいはい、なるほど、これ高
攻有利ですよ。高校有利だな、なるほどね、これ有利だな。もうあの目指し方は分かったね。じゃあひまりの課題言ってもらっていいですか、うん、はい。お題は抜き毛みたいな島に住んでる私はどうすりゃいいですか。はい、抜き足しですね。抜き足しです。はい、どこからスタートでしょうか。これね、沖縄県。うわ、沖縄県ですわ。あー、なるほど、沖縄によく似た島ですからね、セーラン島は。それじゃあ対戦よろしくお願いします。お願いします。はい、沖縄県やってまいりました。一回ね、謹慎になった時に旅行行ったんだけど、めちゃめちゃいいとこでしたね。あれ、初めて会った。そう、あのデモで初めてご一緒させていただいた時の、うん、多分ね、次の日かな。 あの次の日に沖縄行ったの、うん、多分そうだと思う、あの時期だった。で、帰ってきて VMAX クライマックス受け取りにポケセン行ったから。え、ちょっと待って、セーラン島ってウィキペディアにあんのかな。あるかな、架空の。沖縄でしょ。連想ゲームなんだよ、こういうの。そうそうすか。あー、なんか舞台になってる作品とかで拾えないかな。あー、あー、なんかあるかな。あー、あー、いいよいいよいいよ。企業名、うん、交通になって、うん、バスになって届いたな。マスメディア、あ、マスメディアいいよ。マスメディアの、うん、テレビからいけるか。テレ東。テレ東。テレ東なんでもありだからな。テレ東第一候補ですね。おお、あとはないか。あ、あ、この辺な。あ、どう？アニメ、アニメいいよ。あ、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 なるほど。エフレか、あ、ラブライブから行くか。ラブライブ行こっか、じゃあ。ラブライブ行きましょう。うん。ラブライブ来ました。で、こっから抜き足し。なんかハメドリくんラブライブとコラボしたりしてないかな。あと、お、音楽系だったりとか。あー、なるほど。作詞作曲、エビカレー伯爵やってないか。ラブライブの曲やってない。やってないかな。やってなさそうだな、うん、なんだろう。今ね、クリック。声優さんから辿るのはまずいよな。辿ってほしいっていうちょっと好奇心はあるんだけど、後で何が起きるんだろう。そうね、ちょっと良くないからやめとこわ。セーフさんから辿るのはね。キャッチコピー、キャッチコピーなんてね、ベボベの醍醐味だったりするし。キャッチコピー、キャッチコピー飛びます。やばいやばい、なんかやったなこれ。いや、まだまだ希望してちゃいけないよ。ソフリンとか出てこないか。あ、分かる、あるかもしれないよ、ね、どうあがいても絶望。あ、でもサイレン、ゲーム、あ、いける、いけるか、行こっか。サイレン行くわ。サイレン行こう。あ、ね、プレステからさ、抜き足しに出てる声優さんの名前クリックしていけないかな。いいんか、いいんか、いけないかな。お、表と裏、光と闇。出てるかな、異色作とか。そう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 。いや、でもこれ待って、サイレンの声優さんって本業の方だっけ、うん、なんか俳優さんとか結構出てる。あ、それ顔か、それ顔だ。顔だね、顔だね。待って、声優全然いねえ。やばい、やっちまった。どうしよう。プレイステーション2からちょっと飛ぼっから。やっぱそっちの方が。じゃあプレイステーション2からいきます。プレイステーション、やばい、今何クリックだこれで。もはや分からなくなってきたぞ。プレイステーション2の、ベボベ飛べないか。ゲーム一覧とかないか。ああ、そうだ、そう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 、目次を見よう。おいしょ、焦ってるよ。あー、助けて、おこおこさん。えっとね、あれソフトがない。ソフト一覧がない。待って、泣かないか。ドラゴンクエストはダメ。あ、ドラゴンクエストある。ドラゴンクエスト、ドラゴンクエストって声優さんあるっけ。一旦落ち着こうか。ちょっと待って信長の野望、ひまり信長信じるわ。分かった、行こう。信長行く。で、うんうん、声優さんいないか。いるはず、いるはず、出てるだろ。キャラクター。行こう。ファイナルファンタジーは声優さんいる？いるいる、いっぱいいるよ。中井和也さんいないか。中井さんいないか。中井さんいないか。わっか。わっかいないか。なんかない？ちょっと待って、天飛ぶわ、天に。ここだ。よし。よし。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。来てるよ。
えっとね、来た、中井さん。いや、中井さんはね、移植版に出てるはず。おー頼む、わっか、わっか頼む、わっか、お願い、ゲーム。あ、制作が多い、じらしてくる。ドロ多いな。ドロ多いな。えっとね、ときめきメモリアル。え、ほんと？いや、もうちょっと直接のあるよ。あるかな、あるかな。助けたい。今すぐお兄ちゃん。これいいね。行こう。あ、やっと。いける。ここだ。ここだな。来たね。出演作の声優さんとかにたどり着きたいな。エルフ。エルフあった。エルフ。本当だ。エルフある。エルフ出てるか？抜き出し声優。でもエルフってこれあるかな？普通に種族のエルフ行かないかな？キーノがいいんじゃないか。カノンから声優さん行くか。あ、えい。えっと。登場人物。登場人物。あ。水野七海さんでしょ。うん、アミちゃん先輩。うん、待って、焦ると全然出てこない。翼さんからいけるか。翼さんいける。よし、来た。翼さんがいるでしょ。翼さんいた。何位に出てるか、みんな。待って、真っ白色の方がいいかも。パレットか、真っ白色の方がいいかも。あ、そうね、真っ白色のがいいかも。うん。出てるか？頼む。お願い。褒めラジ。あ、褒めラジ出てるか。褒めラジいっぱい声優さん出てるじゃん。もう確実に負けてんだよな。でももうたどり着くまでもう引き返せねえよ。乙女ドメイン。本当か？その条件反射大丈夫か？ごめん、好きなだけだった。そうだよね。うん、そうだよね。あ、来た。2018年に出てる作品だから。なるほど。そう。あ、じゃあもう全然下だね。うん、割と最近目の。あ、私出てる。おるやんけ。しかもあゆみさらちゃんと一緒に出てる。さらちゃんめっちゃ出てんじゃん。あ、いた、いた、いた、やっと着いた。やっと着いた。あ、2だ、2。あ、これ2。こいつ。あー、びっくりしたー。あー、ちょっと強かったー。あー、ありがとう。なんか脱出ゲームをやってる感じだった。抜き出しにゃーまで出られないよ。違うゲームやってるみたいな感じ。いやー、なるほどね。7月27日から攻めるっていうのもあったな。でも他わかんないもんな。あ、花澤さくらさん。よく考えたらいっぱいおるやん。本当だよ。なるほどね。勇者マジカルラブリー。マジカルラブリー。あー、野田クリスタルさんからいけたのか。そうだね、確かに勇者で死にしてたわ。そうだ。あ、ここから行ったら早かったのか。そうだね。今回の結果は17クリックでした。ダブルスコアで負けた。勝ったー。タイガーウッズだー。ということでね、今回おごおごさんへベボベー界のタイガーウッズの称号は送らせていただきます。ウッズです。これからおごおごさんのことをウズウズと呼んでください。楽しかったね、意外と。ポケカ並みに楽しかった。こんなに燃えると思わなかった。いや、ちょっとね、サイレンあたりのね、あのひまりの見過ぎはひどかったですね、あれはね。でも単純に、ベボベに行けたからといって、なんかそこにたどり着けるわけじゃないんだなっていう。あ、そうだね、逆にね。
いやということで、今後もね、こういう YouTuber さんのね、テーマネタにベボベと絡めた企画をね、やっていきたいと思いますんでね、ゲストに呼んでいいっすか。おー、ぜひこんな楽しかったらぜひ。今後スケジュール合わなくなるとかないっすか。あ、大丈夫だ、確実に開けます。いつも忙しいんだけど、あれこれってみたいないっすか。大丈夫。もうむしろ行く、うん、やったー。あの、その回デッキ持ってっていい。あ、いいよ、やったやった。ポケモンカードやりたりねえよな、やっぱな。そう、うん、やりに来たわって言って、そのままキャッチしてもらえれば、はい、取るよって言ってくれれば、うん、スタジオ行こうや。そう、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、小倉優衣さんは YouTube やってて、うん、Twitter やってて、うん、桜の時に出ます。そう。小倉優衣を3つで表すと、この3つです。この3つです。そう、合ってます、はい、チャンネル登録と Twitter のフォロー、うん、そしていつか出たら桜の時を買ってください。買ってね。よろしくお願いします。よろしくだよ。心残りない宣伝部門とは、うん、桜の時が出ますように。本当に出ますように。まあ、前作桜の時小倉優衣ですみたいなね。あ、言いたい。発売しましたって言いたい。言いたいね。じゃあ発売する頃に。発売記念でね。発売記念で、ね、ポケモンカードやりますか。うん、やる。カッコつけたいだけですけどね。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今回は小倉優衣さんを呼びして遊ばせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ、こうさきちゃんたちもまったね。まったね。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね、してね、よろしく、して。